はい、景品ワールドです。今日は、ですね、9月1日にやります、チキンジョージでね、5時から第2回神戸三宮音楽祭ということでやるんで、生田神社の隣にありますチキンジョージにね、ちょっと取材に来てます。チキンジョージですね、入り口かっこいいですよね。チキンジョージはね、やっぱりね、もうライブやるって感じで、まさに神戸のね、ライブの中心というところなんですが、階段を降りていきます。こんな感じでね、階段がありまして、入り口にチキンジョージライブハウス、ザ・ライブハウスチキンジョージというね、名前がありまして、今日はね、ライブがあるので、その演者さんのね、本日の公演ということでね、貼ってありますが、ここから降りていくと、歴代のね、アーティストさんのこういうね、チラシというかね、ライブの告知がね、順番に載っているんですね。で、チキンジョージさんの看板があるんですが、おっと、ありますね、神戸三宮音楽祭、もろに、何これ、一番いいところにあります、神戸三宮音楽祭、一番いいところにあります、びっくりです。チキンジョージのね、入り口入ったところの、階段がね、の踊り場のところ、皆さんがね、一番フライヤーをね、こうやってね、テーブルに置くところで、たむろするところのチキンジョージというところの真下に神戸三宮音楽祭ポスターが貼られています。素晴らしいですね。もうこれね、みんなこんな感じで見ていくんじゃないですかね。で、ここから階段を降りて行きますと、チキンジョージの中に入っていくというところですね。ちょっとですね、中に入らせてもらいます。ここがね、チキンジョージの出入り口なんですけれどもね、トイレに入ってきたんですが、トイレの中にもね、神戸三宮音楽祭ポスターが貼られてます。素晴らしいですね、ありがたいです。上がっていきますね、階段上がっていきます。ありがとうございます。階段上がっていきまして、まあね、本当何回見ても嬉しいですよね。このね、本当に一番いいところにポスターをね、貼ってもらっている。そしていろいろフライヤーがあってね、ここから帰るんですが、楽しみですね、本当ね、9月1日ですね。ここでまさにね、ライブをしていくかと思うとね、本当に楽しみですが、5時から10時半まで、5時間半やります。11組のアーティスト出てやりますので、ぜひね、皆さんね、9月1日は5時にここに集合して、我々のね、ライブ神戸三宮音楽祭、をね、見に来ていただけたら嬉しいと思います。チキンジョージの看板ですね、がね、あのチキンジョージから出たんですが、ゆっくり生田神社の周りをね、ぐるっと回ってね、帰ろうかなと思ってます。思い起こせばね、本当10年ぐらい前ね、あの初めてライブやった時はチキンジョージのね、裏にありますね、ライブバーとかでね、やらせてもらってね、いつかはチキンジョージと思ってたんですが、まさかね、10年後ね、チキンジョージでね、主催のね、ライブをしてこうやってね、取材に来てるとはね、思いもよらなかったので、本当にね、なんか嬉しいですね。これがね、生田神社ですね。じゃあ、あのライブのね、大成功をね、ちょっと祈って、中入るのもちょっと疲れてるんで大変なんで、ここで一礼させてもらって帰りたいと思います。ライブ成功、よろしくお願いします。じゃあ、今日のケーキングワールドはこんなところで、チキンジョージライブ予告ということで、よろしく。